ここの部員で2年の藤川です。このパズルでは音の担当だけど、もうプレイしてもらったのかな。外にはいろんな音が溢れてる。音屋的にはたくさんインプットして曲作りの引き出し増やしたいじゃん。それよりいいニュース持ってきたよ。私たちのゲーム夏コミで手回りさんとこに置いてもらえることになったの。お前さん、うわ、めちゃくちゃ強いです。のどかは、あいた、清澄は本当に甘江さんに勝てたんですか。残念だけど大星さん、そこはもうあなたのテリトリーじゃない。よーし、腕集まったー。約束までしやがった。私のこと誰にも助けてくれなかったくせに。え、家族とか言うの勝手、嫌だ。嫌な思い出しかないのに、どうしてこんなことしちゃったんだろう。分かってたはずなのに、私が何をしたって。ポケットの中の戦争に出てくるジムが大好きなんです。ジムコマンド、ジムコマンド宇宙仕様、ジムスナイパー2。ガンプラ選手権世界大会のイメージキャラクターに抜擢されたガンプラアイドル、キララです。今キララは静岡県静岡市、明日から開催されるガンプラ選手権世界大会の会場前に来ています。武帝校では女子でも男勝りの活動が求められますの。人によっては心のバランスを取るため、ああいう少女趣味に走る。敵を欺くにはまず味方からですわ。埋めたのは奪われても問題ない蜂のフラッグ、そして目のフラッグはここに。はじめましてになりますね。私はプラチナ・ザ・トリニティと申します。申し遅れました。僕セナと言います。はじめまして、ラグナ・ザ・ブラッドエッジさん。ルナ、ご挨拶だよ。バーカ、お前カズロリコン、ラグナ・ザ・ロリコンエッジ。違う、カズコ様は紫の母ではない。お前も知っているのだろうね。お前、私が子供だからとバカにしておるな。こんな場所でお風呂以外全部やるだと、そんなわけがないだろう。こんなところで人が住めるわけがない。こいつら後ろから攻めてくる、武士道というのが分かっていないようだ。ああ、 A 組の知らぬイスズだ。その気があれば覚えておいてくれ。サザンカだ。花言葉は困難に打ち勝つ。私も手伝おう。わからないことがあったら聞いてくれ。痩せなきゃって我慢すればするほど抑えられなくて、何でもいいの。食べてれば頭がぼーっとして楽になるの。私悩むのやめたの。そしたら自然とスタイル良くなっちゃった。ママガちゃんが心配でやけ食いしたらまた取っちゃった。責任取ってよね。水平儀を信じてカレール君、空間失調症になりかけてる。私、友達ができて嬉しかった。できないと思ってたけど、アリーのおかげで。もう何も失いたくないんです。私に責任を果たさせてください。やっぱりあのバリアンさんはディオだったのね。妹です、フィオナ・ウェインバーグと言います。ディオも母や私のことで自分を責めて、私そんなディオのことが心配なんです。ありがとうございます。青葉さん、ディオがどんな人たちに囲まれているのか分かってとても嬉しいです。お兄ちゃん、時々腐った魚みたいな目でぼーっとしてるから心配なんだよ。今の小町的にポイント高い。別に物が欲しいんじゃないよ。お兄ちゃんと出かけられればそれで十分だもん。あ、今の結構小町的にポイント高い。小町、雪乃さんもゆいさんも好きだな。だからあの部活がなくなると困る。だからさ、小町のために、小町の友達のためになんとかなんないかな。うん、小町のためだもんね。小町わがままだからな、仕方ないな。バッタだったら10球負けねえ。負けた方が勝った方の言うこと何でも一つ聞く。恨みっこはなしだぜ。考え方が違うんだ。俺とお前はチームにならない方がいい。俺は俺のために泳ぐ。俺だけのために、俺自身の責任で泳ぎたい。もうすぐここにミエルの運命の人がやってくるのね。一体どんな人かしら。分かったわよ、やってあげるわよ。あんたがミエルの運命の人かどうか、これからデュエルで占ってあげるわ。
このカードが開くとき、あなたとミエルの運命が見えてくるはずよ。